きょうの練習初日にはオーバーエイジ枠の吉田麻也選手や活躍が期待される久保建英選手ら登録メンバー22人中18人が参加キーパーコーチの川口義勝さんが早速熱心に指導する場面も見られました。オリンピックに臨む、えー、活動は、はい。 選手の顔を見てまあ、えー、いよいよ始まるんだなっていう、はい、気持ちが強くなりました一方で現在川崎フロンターレの一員としてアジアチャンピオンズリーグを戦っている静岡学園出身の旗手レオ選手ら J リーグ所属選手4人は12日までに合流予定ですこれまで日本代表のメダル獲得は一度だけ

注目の初戦は22日木曜、南アフリカとの一戦です。